はい、こんにちは。ハニーミュージックのともです。今日はね、夜遊びさんのアイドルから、2箇所かっこいいフレーズを取り出して吹いています。いずれも5つの音しか使ってないんですね。その5つの音、運指を含めて勉強していきましょう。それではまず聞いてみましょう。ワン、ツー、スリワン、ツー、スリー。はい、じゃあ運指表を見てくださいね。まず一番最初のフレーズ、最初の音が D、 低い D ですね。運指見てくださいね。そこから A、 ラに行きますね。はい、でここはかっこいいのは3連符になっているところ。1,2,3,4,1,2,3,4 タッタッタタッタッタ、だから2拍の中で音が2つ入ってるんですね。 1,2,3 タッタッタッタ。はい、次の、出てくる音が F ですね。ファ、だから今まで使った音はここで初めてレ、ファ、ソーラ。レ、ファ、ソーラ。で、あとは、ラ、ドラ。これは、高いオクターブのレですね。で、この時注意しなきゃいけないのは、低いレは、左手の人差し指、この指ですね。これが低い時は下がってるんですね。でこのまま1オクターブ上げるとちょっと強く吹いて、ちょっと上に、上を習って強く吹くと1オクターブ高い音が出るんですけれども、左手の人差し指が乗っかったままだとちょっと音が低くなってかすんじゃいます。なのでこれを外します。ね、こっちの方が音がいいでしょ。レーラッラッラですね。レーラッラッラ、レファソーラッラッラ、ね、ラドララドララドラドレ。じゃあ次2回目ですね。で2回目はこれが1回目だったんだけど、2回目はここもタタラタタラって走って上がります。でこれもレファソーラレファソーラララレファソーラララ。でここは、2回目と違うのはここは跳ねるんですね。タラタタラダダラ、ラドラララ、ドラララドラララ。だから細かく言うと1,2,3,4,1,2,3 ラドラララドラララドラララ。裏に跳ねるんですね。跳ねる、そこだけ跳ねる。ラドラララドラララドラ、ラドララドラ。でその後にレドレラレ、で全部くっつけるとこんな感じ。
わかりましたか。はい、じゃあ今日はここまで。ちなみにこの音階ですね、これどっかで聞いたことあるでしょ。これは、昔から日本にある音階です。民謡とか童謡なんかでもよく出てきますね。ちなみにですけども、こんな歌ありましたね、童謡でね、7つの子カラスってやつだね。これはレファソーラドしか使ってない。赤トンボ、海、カモメの水平さん、お正月、これ全部アイドルと同じ5つの音しか使ってないんで、アイドルのさっき練習した箇所が吹ければ今の曲全部吹ける。それ以外にも例えば、星野源さんの恋、1箇所だけ、5つ以外の音が入ったんだけど、だったっけな、ちょっと違うかな。ちなみにね、尺八っていうのは穴が、前に4つで後ろが1つしかないんだけども、今日使ったこの曲の例の5つの音しか出せない。まあ、難しい奏法をすれば他に音が出るんだけれども、こういう日本古来の楽器、これで今の、アイドルが吹けちゃう。ちょっと吹いてみましょう。というふうに吹けちゃう。同じく、これも和楽器ですね、横笛。これは穴はいっぱいあるんだけれども、押さえるのは実はこの4つだけなの。 1,2,3,4 だから、まあ尺八と同じだよね。はい、今日はこのビデオ最後までご覧になってくれてありがとうございます。もっとフルートを勉強したい方、もっとフルート吹きたい、もっと一緒に勉強したい方、ぜひハニーミュージックスクールのサイトに行って、無料体験レッスンをしてみてください。お待ちしております。それではまた、バイバイ。 Hi guys, thank you so much for watching this video. We are the music schoolWhich can learn songs and the Japanese language at the same time. All members are native Japanese teachers. We look forward to hearing from you. Bye bye!